じゃあどうぞって言われたら音をかけて。あ、はい、はい、さあ本日ボーイズ&メン2期生オーディションが行われるということですが、メンバーのみんな2期生オーディションへどう思いますか？まあやっぱその2期生にもね、この熱い、まあ、人たちになってほしいって僕は本当に心の底から思います。2期生に負けてられないんで、まあ入っても切磋琢磨して。うわ、切磋琢磨使えるの？ライバルが増えるということなんで、僕も負けてられないんでね、やっぱり頑張っていこうかなと思います。邪魔したるね、アホアッホ。今んとこ俺の筋肉に勝るやつは誰もいないっすよね。田中さん、すいません、あの筋肉のオーディションじゃなくて。あ、違いますか、ボーイズ&二の腕の。あの、すいません、僕多分完全に落ちてるんですけど。あ、そうですね。あ、すいません、会場間違えましたね。すいません。しっかりあのいい先輩であるように、あの頑張りたいと思います。下っ端ができる。下っ端だ。いやでもあの可愛い子だね。そう、いっぱいいる。弟キャラの子も多分いそうだから。ボーイズ&メンの2期生の公開オーディションにあります。拍手。はい、イエーイ。本日のオーディション参加者です。登場してください、どうぞ。どうぞ。はい、よろしくお願いします。川崎豊、16歳です。出身地は大阪府です。また良い気です。11歳、小学6年生です。特技は座禅を組んだまま歩けることです。愛知県中区から来ました伊藤明です。中崎受験です12歳。ここからはですね、自己 PR タイムといきたいと思います。イエーイ。フラフープをやりながら服を脱いでいきたいと思います。おお、おお、ドラゴンズの山本昌投手の話。あ、いいね。お、あ、質疑応答のお時間でございます。はい、イエイ。今、まだ身長が伸びてるよっていう子。なるほど。これ嘘ついちゃダメだよ。わかるよ。これが名古屋のここを有名にしてやるみたいなポイントがあるかな。地元が牛巻の近くなんで、地元をとりあえず有名にしたいです。それでは発表いたします。ドゥンドゥルタタン。はい、順不同でまず33番神田くん。神田くん、鎌田くん。おお、東くん、東平くん。おお、岩崎くん。岩崎くん、高崎くん。松田くん。そして最後です。古橋くん。ここからどん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 かっこよくなるのでよろしくお願いします。嬉しいです。嬉しい。ありがとう。とても嬉しいです。有名になるので応援よろしくお願いします。お。ストレミツ&ではストレートドライブから見ていたので。お。今ちょっとすごい衝撃です。大谷選手。